皆さんの指示は2番5番5番2番小島山口の両者のところということになったようです。対する機動力タイプ9番の野田、そして7番三宅といいます。その野田の3番手につくのが3番神山、久保さんは神山から本命の印をいただきました。印象的にはリラックスというのが7というのは伝わってきますか。第11レース最後の準決勝戦です。このレースも1番佐藤慎太郎選手から特別紹介での入場となります。ではご覧いただきましょう。準決勝選手入場。1番佐藤慎太郎福島、2番小島啓治石川、3番神山雄一郎栃木、4番西島福士岡山、5番山口浩二岐阜、6番広川貞治東京、7番三宅慎岡山、8番小原克美大阪、9番野田源一秋田。東京立川競輪場です。青空が広がってまいりました。最終11レース準決勝最後の競争です。地元関東勢からまだ決勝への勝ち上がりありません。神山広川の関東勢がその期待に応えられるかどうか。島勢の伏見岡部が姿を消しました。代わって野田佐藤の新しい北日本のコンビです。1番が伏見の佐藤慎太郎、2番石川の小島啓治、3番栃木の神山雄一郎、4番岡山の星島太、5番岐阜の山口浩二、6番地元東京の広川貞治、7番岡山の三宅慎、8番大阪の小原克美、9番秋田の野田源一、9選手の対戦です。石川の小島啓治です。特選はジャンセンコ。ゴールデンレーサー賞も誰も仕掛けてきませんでした。結局のリーク先行の小島啓治、前回の競輪祭を上回る出来です。野田源一1着2着でこの準決勝です。岡山三宅慎、特選は岡部のマクリマークから2着、そして神山雄一郎です。昨年の一宮以来優勝がありません。二次予選は野田マーク切り替えてバック中段に上がったんですが、そこから伸びをかきました。4着の神山です。関東勢が期待に応えられるかどうか。神山そして地元の広川です。実に今日が4走目、文字通り敗者復活戦から這い上がってきました地元の広川です。さあ11レーススタートしました。岡山の三宅慎が飛び出しました。三宅は舞を取ります。2番手には小島啓治、それから1番の佐藤慎太郎です。小島が三宅をかわして舞を取りました。三宅慎をかわして小島が先行を取ります。三宅が2番手、3番手佐藤慎太郎、外に4番の星島太、したがって岡山勢が中段ですが、外8番の小原克美です。3コーナーから4コーナー、ゆっくりと岐阜の山口浩二が上がってきます。二次予選は松岡の番手、さすがに直線伸びてこの準決勝に進出を決めております。小さなグランプリレーサー5番の山口浩二、小島枠に上がりました。2周回目先行の小島、2番手岐阜の山口浩二、3番手が8番の小原克美です。中部近畿の3人、そして岡山の三宅慎4番手、道県4番の星島の枠であります。二次予選の冷静な判断が光りました。4番星島太、後ろ9番野田源一です。一次予選は強風の中一気に先行しました。二次予選は一旦最終バック8番手、見事なまくりを受け身で2着に食い込んでおります。若い野田源一が6番との位置、佐藤慎太郎のマークです。独占が伏見、そして二次予選は小泉、そしてこの準決勝は野田マークの佐藤慎太郎です。3番神山、一応この北日本の後ろから、そして6番の広川が最高であります。
千代戦は野田マークで4着に敗れました。しかしが復活戦2連勝でこの準決勝であります。昨日の敗者戦は4コーナーまだ4番手でしたけれども、猛然と仲が割ってきました。広川さすがに地元のバンクを知り尽くしております。3番神山の城でチャンスを伺います。3コーナーから4コーナーです。石川の小島正攻法、2番手が山口浩二、8番の三宅慎が3番手、いや5番の山口の城は8番の小原がつけております。三宅慎は4番手です。さあ後ろから9番野田が早くも仕掛けていきました。北日本勢が仕掛けて1番佐藤慎太郎、それで関東勢上がっております。さあインコースの小島突っ張っていくのか、小島突っ張っていく、外から9番野田健一、野田先行か、先行争い真っ向から行きました。小島啓司、さあ真っ向から行った、外から野田、外から野田、インコースの小島並んでいる、先行小島、外から野田行くか、サイド行くか、さあまだ並んだ、激しい先行争い、結局小島先頭です。野田少しアウトに遅れました。野田遅れた、あとは5番の山口浩二、それからインをついていく佐藤慎太郎、インをついた、もつれました番手、インから佐藤、さあ山口遅れた、あとは千葉の小原くつり、さあ神山どうか、現在中段3コーナーか4コーナー、さあ神山中段5番手、先頭2番小島啓司、番手佐藤慎太郎です。神山完全にアウトに行きました。2番手から佐藤慎太郎の追い込み、佐藤、そして2着争い、8番の小原克美か、小島啓司猛然とした先行争い、粘りきれなかったかどうか、ソウル審判白畑、神山完全に2センターアウトに行きました。切り替えた佐藤慎太郎、山口浩二も深くを取りました。2コーナーでインを救われました。さすがに小島啓司も直線バテました。小原が差し込んできました。佐藤慎太郎が勝ちました。そして8番の小原克美、あるいは小島啓司、若干接戦です。必死の行走で粘ります小島啓司。小島のパワーを持ってしてもさすがにゴール前バテました。佐藤慎太郎、そして大阪の小原克美、小島啓司接戦です。ちょっと久保さんの若干争いが際どくなりましたね、はい、小島選手と8番の小原選手との争いですが、それにしても小島のその先行の気迫はすごかったですけどね、はい、僕の読みが甘かったに思います。まあ、それにしても勝負どころ2コーナーで佐藤がうまくインをついて、まあ、山口も油断ではないんでしょうけどね、はい、今日疲れましたね。佐藤選手の読みが光ったと、いったところでしょうか。そして中段に上がった神山も3、4コーナーちょっといつものね神山ではなかったような感じですね。はい、おっしゃる通りです。チャンスは何とかあったと思います。うん、4コーナーで少しアウトに浮きましたもんね、はい、うん、2センターで煽りを食らいましたね、はい、第11レースの払い戻し金をお知らせいたします。枠番2連勝具式16,270円。高橋しげみさんからです。お願いいたします。では第11レースの準決勝を勝ちました佐藤慎太郎選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。師匠やりましたG1 の決勝進出初めて。そうですね、なんとか乗れてよかったです。でも決められた瞬間いかがでしたか。そうですね、まあ現に本当はついていかなくちゃいけないんですけど、まあ2着まで進出なんで、厳しく生かしてもらって現には悪いことしちゃいました。でもね、今回こうして小島選手と野田選手とあれだけ激しい主導権争いが目の前であったわけじゃないですか。どんな気持ちで。そうですね、やっぱ小島さんうちにいたんで、まあ、ゲームも強いんですけどちょっと厳しいかなと思って3番手入って、そこからの競争になってしまいましたね。今回このビッグレースの雰囲気、そしてまたね長丁場の戦いだったんですが、どんな風に。そうですね、もう福島の先輩をはじめ北日本みんな雰囲気いいんで、いつも通りの競争で変わらずリラックスして臨めました。そして残すところ戦いはあと一つになりました。そうですね、G1 の決勝初めてなんですけど、はい、表彰台立てるように、はい、なんとか持ち味出したいです。そうですか。最後にもう一つコンディション聞かせてください。今日の感じも、まあ判断も追い込み選手としてはちょっと良くないかもしれないですけど、着が結びついてるんで、はい、足もいいと思います。はい、ぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。第11レース勝ちました佐藤慎太郎選手でした。よっしゃ。